お望みのまま。授業、いや読書日和だね。よせ、僕の顔に字なんて書いていない。じっと見ないでくれ。お魚を取ってあげるね。でも静かに、お姉ちゃんに気づかれないようにね。本当にバーバラお姉ちゃんもお魚好き？食べることより捕まえる方が楽しいかな。小さい頃お姉ちゃんと魚取りしたことがあるんだ。お姉ちゃん普段はあんな感じだけど、小さい頃はとても子供っぽかったんだよ。カメさんを飼ってたこともあるんだ。意外でしょ。
が必要な方がいるはずです。おじいちゃん以外に。おいおい、ディル。変な。聞いてくれ。あ、君の言ってた。Thank you.
お任せあれ。トン。あは、そこだ。あ、いや。くらえ。急ごう。
Thank you.
界調整。やり手ようなんて思わないでよね。あ、急ごう。ふぅ、はっ、お、ここだよ。た、ふわっ、た、
走るより飛ぶ方が早いよ。お？この島はモンドの山体から分離してできたものだ。ある強い力が山脈の一部を切り離し、この海域へと運んできた。このような形になったのは、その移動の最中、山体が転倒したのが原因だ。実に面白い。これも風神バルバトスの傑作だろうね。
Yeah.
法は制約であり道具でもある。しっかりと頭に入れておけ。もし忘れ、出たらもう一回教えてやらなくもない。走るより飛ぶ、ここだよ。はっ、ほっ、ほっ、風だ。一緒に遊ぼうよ。足元に気をつけて。高所決定。
何かお困りですか？軍需品の調達が必要でしたらこちらのレポートにご記入ください。いらっしゃいませ。エンジェルズ社タイムサービス中。いらっしゃい。俺は諦めないぞ。いいぞ。
しとし無事きょ星と深淵を目指外金はまた別料金だ。
やっ、よいしょ、you
よいし。よいしょっと。法と人の情は時に衝突し、時に通じ合う。それぞれの利害を天秤にかけるのは実に難しいことだ。ここに来た理由を説明。雨だれ石をもうがつ。せっかくのチャンスだ。本気を出して俺を楽しませてくれ。投稿も一つの選択だよ。俺は敗者に優しいからね。してみようか。よっ、どこに行く。
邪だ。雨描きがたし。せい。や、や、くれ。かえりだけじゃダメだよ。よ、や、は、無駄だ。料理の時間だ。
形は精神と共にあれ。私、雨ってあまり好きじゃないんだ。やっひゅう。嬉しい。あ、いえ。凡人、身の程をわきまえよ。
き方し、千年もの雪辱を晴らす。今こそ全ての怨嗟を払う時なり。Thank you.
動くべきだ。何かお困りですか？Thank you.
何か気持ちが晴れるようなことでもしましょうか。え？具体的にですか？待ってよ。風だ！ここだよ。走るより飛ぶ方が。行動するんだ。旅人よ、失われた紙片が僕たちを待っている。you
世界は謎だらけだね。せセピロス剣術まとめ、はあ、こんなにたくさんの書物、試験までに全て見れますでしょうか。あ、先輩、お久しぶりです。何か私に依頼したいお仕事があるのでしょうか。え、ありがとうございます。そう言われてみれば確かに長いこと会っていませんでしたね。ここ最近、試験の準備をするため仕事と訓練の時以外はずっと図書館にいるんです。もうすぐ試験なのですが、復習しなければいけないものがたくさんありまして。はい、スピロス騎士団の選抜試験です。私はメイドとして長いこと騎士団にいますが、
本物のセピロス騎士になるためにはこの試験を通過しなければなりません。ただ以前にもたくさん失敗しており、今回もうまくいくかどうか。手伝い？いえ、そのようなご迷惑は。これは私自身の試験なのです。自分の夢を叶えるための乗り越えるべき困難でもあります。それに試験まであと何日かあります。モンド城の栄誉騎士様の時間を私なんかのために割いてもらうわけにはいきません。しかし、もし試験当日にお時間がありましたら、騎士団の予定によりますとあと半年後です。え？半年後はもうすぐの範疇じゃないのですか？まだ少し日があるとはいえ、しっかりと計画を立てておきませんとあっという間に時間は過ぎ去ってしまいます。ですので、きちんと計画を立てました。毎日睡眠時間を2時間削り、仕事を1時間早めに終わらせています。それによってできた時間を勉強に充て、これらの本を全て読もうかと。眠くなったらコーヒーを飲み、体力が尽きたら果物の砂糖漬けを。そんなことできません。それに勉強だけでなく訓練をする時間も設けているんです。実践も試験項目の一つですので。急に一気に話したからでしょうか、少しめまいが。いけません、明日も訓練があります。元気を出さないと。すみません、お見苦しいところをお見せしてしまいました。もう大丈夫です。はい、しかし試験のことを考えると心が落ち着かないのです。勉強と訓練をしている時だけは気持ちが楽になるのですが、毎回のように準備不足なところを見つけてしまって不安感がさらに増してしまうのです。場所を変えるですか？確かに騎士団と図書館にいると自然と勉強する雰囲気になってしまいます。しかしどこに行けばいいのでしょう。キャッツテールですか？それともエンジェルズシェアでしょうか？もしくはモンド城から少し離れた星拾いの崖や風立ちの地ですか？パンケーキとランチマットを用意すればピクニックにも行けますね。しかしそれだと時間がかかってしまいます。リーユエに旅行ですか？そんな往復の時間だけでもたくさんの本を読めてしまいます。それはモンド城だけにこもっていてはいけないということでしょうか？確かにモンドの象徴は風ですが、私の神の目は岩ですし、眼神が立てられた国へ行けば何か学べるかもしれません。わかりました、見に行くだけでいいのでしたら。本当にリーユエまでやってきましたね。建物の感じが独特で往来する人も多いですね。ただなんだか皆様から見られているような。
私をからかわないでください。人が大勢いる場所でそのようなご冗談を、もし誰かに聞かれでもしたら誤解されてしまいます。モンドにいた頃は見知らぬ人に出会うことがあっても緊張はしませんでしたが、なんだか今は立ちすくんでしまって、環境が変わったからなのでしょうか、どのように振る舞えば失礼に当たらないのか分かりません。リーユへの食事マナーではお食事の時に箸をお使いになると聞きました。モンドでリーユへからのお客様を接待する時に用意したことがあるのですが、私自身は使い方をあまり知りません。笑われてしまうでしょうか。私はただ思いついたことを言っただけで、わざわざ行かなくても大丈夫ですよ。リーユエに滞在する時間は貴重ですので、急いで勉強しなければ。はい、そうですね、礼儀をわきまえていない状態では教えを請うこともできません。ではやはりリーユへの飲食について調べてみましょう。先輩はどこかおすすめのお店などはありますか？先輩のおすすめのお店、どんなお味の料理が出てくるのか楽しみです。旅人じゃないか、今日は何が食べたい？万民堂は必ず満足のいく料理を出してやるぞ。おや、新しいお客さんを連れてるのか。そのお嬢さんの格好、まさかモンド城のセピロス騎士がはるばる遠くからこの万民堂まで料理を食べに来てくれるとはな。セピロス騎士？いえ、私は冗談さ。そこの騎士様は公務の執行中なんだろう。だがせっかくリーユに来たんだ。万民堂でリーユの美食を味わっておけばここまで来た甲斐もあるってもんさ。そのような意味では違うのか。まさか本当に行きたかったのは瑠璃亭とか新月軒の方だったとか。ふぅ、リーユに初めて来た人は大体がその2店舗しか知らないんだ。まさかセピロス騎士も例外じゃなかったとは。実は私はまだ正式なセピロス騎士ではないのです。セピロス騎士団で見習いをしているメイドで。騎士っつうのはそんなに種類があるのか。まあいい、万民堂に来たからには満足してもらわなきゃな。初めてリュウエに来たんだったらお嬢さんは箸が使えないだろう。このチコ魚焼きなら食べやすいし、香りも味もいいぞ。少し辛さを抑えればお前さんたちモンド人の好みの味になる。試してみないか。私はリーユエの方々の食文化を勉強しに来ました。自分の好みで味を変えてしまっては本末転倒です。お、本場の味が食べたいのか。じゃあ俺たちの定番料理、黒瀬スズキの唐辛子煮込みを食べてみてくれ。ただこの料理は箸を使わないと食べにくくてな。それに辛さもあって万人受けする料理じゃない。熱した鍋に油を引いて大量の絶雲の唐辛子で香りを出した後、ルリ袋をすりおろした粉末を入れてさらに辛さを出す料理なんだが。聞いているだけでも辛さが伝わってきます。私本当に食べられるでしょうか。はい、ここで諦めてはいけません。少しだけ辛さがあるというだけです。私大丈夫です。師匠様、それでお願いいたします。よし、わかった。お二人さん、そこに座って待っててくれ。黒瀬スズキの唐辛子煮込みすぐに用意する。
ところです。大丈夫です。辛いですが、この辛さに慣れればとてもいい味わいが広がってきます。こんなに多くの調味料を使っているのに魚本来の味とコクが味わえるなんて。今度リーユエから来たお客様にこれほど美味なお食事を出せるでしょうか。本当ですか。じゃあ帰ったらパンケーキをもっと焼いて差し上げますね。お、もう食べ終わったのか。どうだ、現地の人でも一気に食べるのは難しいんだが。とても美味しかったです。ウッシ匠様、ごちそうさまでした。なーに、お客さんが満足してくれることが料理人にとっての一番の幸せだからな。だがまさか汁まで全部飲み干すとは。あの辛さはリーエの人でもなかなか耐え難いっていうのに。え、こちらは飲まなくてもよかったのですか。はい。次また来た時はリーユエ料理の食べ方に注意しないと。あの、先ほど鉄を打っている音が聞こえたのですが、鍛冶屋があるのでしょうか。武器、地域の特徴が最も現れやすいものです。次は鍛冶屋に行ってみませんか。はい。なんだかあなた様が私を接待してくれている気がして申し訳なく思ってきました。これらの武器、見ただけで重いのが分かります。さすが関心によって建てられたお国。セピロス剣術であればこれらの武器をどのように扱い、どのように型に落とし込むのでしょうか。はい、こういろいろと考えるだけでモンドにいる時よりも不安が和らいできました。おい、そこのお前何してる。おや、こちらの男の子は。俺様を子供扱いするな。おかしな格好でおじさんの店の周りをこそこそうろついて、お前何か悪いこと考えてるんだろう。私はそのようなことはいたしません。ふん、俺様にはわかる。お前の武器を見るその目、俺様とそっくりじゃないか。おじさんに気づかれないよう何本か盗もうとしてたんだろう。やめた方がいいぜ、おじさんに見つかったら怒られるからな。先輩、そんな冗談はやめてください。セピロス騎士？ふん、それなら確かに泥棒じゃないな。でも俺様はそう簡単に騙されないぞ。お前の両手剣を見せてくれたら信じてやる。それと神の目も。そんなことないさ。どっこの宝剣はそんな両手剣なんかに負けるもんか。岩元素の神の目だって俺様はいつか手に入れてみせる。羨ましくなんかない。自分から全部言ってしまいましたね。仕方ありません。どうぞ怪我をなさらないようお気をつけください。見せてくれるのか。お前本当はいいやつだったんだな。わあ、この輝き、本当に岩元素の神の目だ。それにこの剣、重い。全く持ち上げられない。くそ、悔しい。俺様の体がもっと大きければ。急がず、ゆっくりでいいのですよ。
あなた様の夢はきっと叶うことでしょう。ふん、だいたい確認できたから返せ。両手剣と岩元素の神の目、それにモンドから来たいい人。やっぱり伝説のセピロス騎士だったのか。え？うん、モンドのセピロス騎士、その名に恥じない実力だ。でも俺様は負けを認めないぞ。山は変わらず、川は流れ続ける。いつかまたな。お待ちを、私は。あ、言ってしまわれました。何かまた誤解をしていなければいいのですが。しかしリーユエの子供にはあのような夢があったのですね。私も小さい頃、同い年のモンドの子と一緒に将来どのような神の目を持てるか夢見ていました。あの子の願いがどうか叶いますように。さて、そろそろ行きましょうか。次はどちらに行きましょう。リーユエの高校に行ってみますか、それともどこか近くでご休憩されますか。はい、高校には戦艦軍の方がたくさんいらっしゃいますので、彼らから何か教わることができたらいいですね。戦艦老子、揺るぎない。お二方、やっとお会いできました。はい、セピロス騎士がこのリーユエに来ていると聞きまして見に来たのです。まさかそれが七星の企画に。それと噂にたがわぬセピロス騎士ですね。あ、そのごめんなさい、私はまだセピロス騎士では。なるほど、これは大変失礼いたしました。まずは自己紹介させてください。私はサインと申します。戦艦軍で警備と見回りを担当しています。私はノエル、セピロス騎士団のメイドをいたしております。ですのでまだ正式なセピロス騎士ではありません。先ほどの誤解、近隣の住民を代表してお詫び申し上げます。いえ、大丈夫です。そういえばサイン様はセピロス騎士に何か御用があるのでしょうか。私でよければお手伝いしましょうか。はい、その実は近頃モンドから砲塔団の集団がこちらに来ているとの情報を手に入れまして、その情報によると砲塔団は石門近くに滞在しているとのことです。ただ迂闊に手を出して奴らをモンドへ逃がしてしまえば戦艦軍も追えなくなってしまいます。ですのでセピロス騎士であるあなたとお互いの立場をうまいこと利用して一緒に奴らを捕まえようと思ったのですが、どうやら誤解があったようで。すみません、私が選抜試験に合格していればご協力できたのですが。いえ、しかし今からセピロス騎士団に正式な依頼をしに行きますと、あの盗賊たちを逃がしてしまうかもしれません。今このリーユエ校に他のセピロス騎士の方はいらっしゃらないでしょうか。他のセピロス騎士ですか。あ、騎士ならここにもう一人いらっしゃいます。七星の企画であるあなたにまさかそのような身分もあったとは。二国の英雄であるあなたが手を差し伸べてくださるのでしたらこれ以上の適任者はいません。しかし古代の魔人をも撃退した英雄様にこのようなことで手を煩わせるなどお恥ずかしい。フーマリオだけでなく先輩は古代の魔人まで倒したのですか。
それはありがたい申し出。では石門を警備している同僚に連絡しておきます。私も石門に行きますので、お二方は準備が整いましたらお越しください。それでは後ほど。千眼老子揺るぎない。千眼老子揺るぎない。お二方のご協力感謝いたします。砲塔団の位置を特定できましたので、早速行動に移りましょう。念のため、逃げられないよう門戸へつながる道にも人員を配置してあります。先ほどご説明いたしましたように、門戸側に逃げられては千眼軍だと追えなくなります。あの、私はまだセピロス騎士ではありませんが、それでもお役に立てるでしょうか。我々が栄誉騎士様にお越しいただいたのは証人になってもらうためですので、行動に具体的な制約はありません。そんなにお気になさらないでください。それでしたら、やれるだけのことを尽くします。では私は先に同僚たちのところへ合流してきます。砲塔団が逃げようとすれば必ずこの近くを通ることになるでしょうから。今回の任務、私に任せていただけませんか。はい、もしあなた様がいなければ私はこの任務に参加することもできませんでした。やはり栄誉騎士様と比べて私は未熟です。私もできる限りあなた様のお力になりたいのです。はい、私にお任せください。あ、来ました。私一人で大丈夫でしょうか。騎士の風格に気をつけます。お疲れ様でした。ここを逃げようとした砲塔団も全員我々が捕らえました。人数も情報と一致しています。誰一人逃していません。さすが七星の企画であり門戸の栄誉騎士。
ノエルさんが宝刀団を。ありがとうございます。お気になさらず。戦艦軍とサイン様のお役に立てて、私は本当に光栄です。またまたご謙遜を。商人からも聞いたことがあります。モンドのセフィロス騎士は実力はもちろんのこと、様々な人々を困難から救ってくれると。あなたのような実力と品格を持つものであれば、チコガンの住人が本物の騎士と誤認するのも不思議ではありません。そんなことはありません。本物の騎士だなんて私にはまだまだです。私は将来あなたが騎士として活躍する姿を楽しみに期待しています。もう時間も遅いので、捕らえた宝刀団を連れて帰ります。戦艦ローコ揺るぎない。いつの日かまたお会いしましょう。はい、またお会いしましょう、サイン様。本物の騎士、いつになればそのような称号に見合う人になれるでしょう。はい、そうですね。いつの間にかこんなにも長く滞在していました。なんだか名残惜しいですが、ごめんなさい、わがままだとは思いますが、もう少し私にお付き合いいただけませんか。私もう一つ行きたい場所があるんです。私はモンドの騎士団で、皆様にお茶をお出しするので、ここで勉強をしたいと思っていたんです。よろしければ一緒にお茶をお飲みいただけませんか。リーユエのお茶、やはりモンドとは違いますね。味も香りもだいぶ違います。ですが、お茶が喉を通る時の温かさと安心感はとても似ています。戦艦軍、本で読んだ時はセピロス騎士と考え方や規則がだいぶ違う印象を受けましたが、しかし人々を守る心はどこだろうとも同じなのですね。はい、同じですね。なんだか試験が怖くないように思えてきました。栄誉騎士様のご活躍はまるで本の中の伝説のようです。まだまだあなた様との間には埋められない差がありますが、ですがだからこそもっと頑張って、将来きっと一人前の騎士になって、あなた様と共に試験が終わったらもう一度一緒にリーユエに行きましょう。あのジジイはどうなっただろうか。あのジジイはどうなっただろうか。